久保さんまああの億万長者合宿開催から2年ぐらい経ちましたかまああのね多くの人は多くの人っていうかまあお問い合わせいただきましたけど億万長者合宿に参加したら本当に億万長者になれるんですか本当になれるんだったら、えー、いくらでも払って参加しますっていうねお問い合わせいただきましたけど未来のことなんかみんな誰もわかんないですうん保証も誰もしてくれないですようん少なくてももう 年功序列終わってますよ、ねまあ公務員とかまあ安定を求めるんだったら公務員国家試験取って公務員にな,なればいいんじゃないですかとそういう生き方もあるしまあ公務員だと退職金も出るんじゃないですかねうん年金もまあある程度出るんじゃないですかね公務員だともしくはあの、えー、と国会議員とかねまあそういう人生もあるでしょうでも逆にその人生を歩めないんだったら自分でやるしかないですから うん、自分で起業するのか自分で稼ぐのか、うん、だからまあ久保さんが言う通り自分の人生は自分の全責任でこうやってるかやらないかっていうとこじゃないですかねやっぱり誰かのせいにする人のせいにするコロナのせいにする世の中のせいにする政治家のせいにする全て他人任せだからダメなんじゃないですかね <laughs> うん やっぱ自分の足は自分で踏み出すっていうね僕はあのディアあのなんだなんとかの結び目なんとかの結び目がすごく好きなんですけど結び目結び目伝説だった これね、すぐ名前忘れちゃうんですよね。あ、ゴル、ゴルディアスの結び目だ。ゴルディアスの結び目が僕すごく好きですね。あの、断ち切っちゃうっていうね。俺は運命に支配されない、なんか、みたいなね。俺はこの剣で、あの、道をああの切り開くんだって言ってね。一刀両断でその結び目を切っちゃって、あぜん、みんなあぜんとするっていうね。いや、それルール違反や、みたいなね。 <laughs> 結び目はこう手で届かないといけないんだよみたいなねこれゴルディアスの結び目の話って何千年前ですかねもう何千年前に生きる術というかね考え方っていうのがこの訂正されてるっていうのはすごいことだなと思いますけどね俺はそのなんだ運命に支配されないと運命っつうのは自分で切り開くもんだみたいな <laughs> ま、まあ、まさにその通りかなと思いますけどねうーん これローマ古代何年前の話ですかね、これね。すごいね。はい、自分で運命は切り開く。それだけです。いってらっしゃい。